はい、それではね、今から那珂川の鮭の遡上をね見るということをね今からやりたいと思います。今日は11月の12ですかね。ちょっと時期的には早いかもしれないですけどね。那珂川の支流の荒川ねスタートして、14キロぐらい下っていきたいと思います。では、結構あったかいですね。ここまで装備する必要なかった感じかな。見えるかな。とりあえず死んでるやつがねいますね。え？どこ？いやー難しいですね。僕だけまだ生きてるの見てないですね。他の2人はね生きてるの見たんですけどね、僕だけまだ見てないです。いや全然取れないんだって。釣れるといいですね。この流れの中にねいるって言うんすけどね。ナイス。まあ、秋のね紅葉がねすごい綺麗ですね。ほんとこのね山の中を通る感じがね那珂川いいとこですよね。そろそろね終わりですね。まだ鮭は生きてるの見てないですね。夕日が綺麗ですね。雲も綺麗ですね。